よし、できたできた。シェアできたわよ。ただいま移動中でございます。ちょっと15分のテロップが流れたら終わります。今回はよろしくお願いします。あ、今339,733ポイントですね。ありがとうございます。頑張りまーす、まーす、まーす。よいしょ。今日はね、お出かけするのを楽しみにしてました。今は移動中です。結局私の恐竜ちゃんのバッグのジョン・ブラウンを連れていくことにしました。どうしようかなって思ったけど、やっぱり気に入っとるし持ってこうと思って持ってってます。ちょっとね、誰にも知り合いに会わないことを祈るっつって誰かがね、あ、でもね、知り合いに会ったらちょっとね恥ずかしいなってちょっと思うけど、まあ大丈夫か。うんうん、だってこれが私だもの。ジョン・ブラウンと一緒にお出かけします。私の恐竜ちゃんリュック、本当に昨日届いたばっかりじゃけさ、初お出かけやで。てつやさん、おまむさん、ごきげんよう。え、ごきげんよう。え、そのごきげんよういいですね。今後ちょっと使わせていただきます。皆さんごきげんよう。あ、いいね。そうじゃ、今さ、こんにちはかこんばんはかどっちかなってさっき言ったんですよ、始まった頃に。あー、ありがとうございます。ごきげんよう、いいですね。私ごきげんよう使います、今後。てつやさん、ごきげんよう、来てくれてありがとうございます。ありがとう。ただいまですね、移動中です。移動中、移動中、輸送中です。私が輸送されてます。なんか前もそういう話になった気がする。マムさん輸送中ですかみたいな言われた気がする。するるる。よし、この今回の枠で多分3400、あ、違う、34万ポイントいけそうですね。よし、この調子で頑張ります。これは今日35万ポイントいけそうですね。頑張ります、頑張ります。ああ、なんかお腹空いてきたな。またかいって感じだけどお腹が空いてきた。お腹が空いたら、やばいやばい。あれ？止まった？止まった？動いてる？動いてるね。よいしょ、よいしょ。ララ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 ラ。なあ、暑。なんか食い物の中が地味に暑い。今日はさ、朝結構寒かったけど、お昼頃から暑くなってきて、まだまだ夏だなって思ってるとこ。てかね、携帯の充電がやばいの。今多分半分ぐらい。携帯の充電がやばい。やばいやばい、やばいのすけ。本当にやばい、やばいやばい。やばいやばい、携帯の充電がやばい。あ、でも、ちょっと充電器ちゃんと持ってきたけさ、これで充電しよう。きっと大丈夫。あ、ありがとう。ちょっと充電器もらった。今充電器を受け渡された。よし、充電するぜ。え、これどうやって充電するの。あ、これか。あ、できた。充電できました。何パーセントか見れんけど。
あれ私何分から始めたっけ。あ、12分からね。ってことは今5分経過しましたね。さあ何ポイントだったかな。あ、やった、34万いきました。ありがとうございます。まあラジオですけど皆さんありがとうございます。やばい、ちょっと車に酔いそう。ちょっと車酔う。ちょっと上向くわ。背もたれをね下ろした。これを含めなかったら残り3回配信します。やばい、時間忘れちゃった。多分一番新しくて8時からですね、確かです。皆さんぜひお願いします。ちょっと本当に今イベント50万ポイントを早く行きたくて、っていうのも、まあ、何回もやってるんですけど、明日から4日間がちょっとあまり配信できそうにないので、その皆さんカウントだけでもよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はあ、ちょっと酔いそう。私すぐ車酔いしてしまうんですよね。ぜひね、車でも酔いにくくするコツがあって、それが椅子の背もたれをだいぶ下げるっていう。かなり下げたら結構酔いにくいんですよ。でもね、バスとかはもうどうしようもできんよね。背もたれ倒せんけさ。まあぜひバス乗るときは酔い止め飲むんじゃけど、この前いとこと一緒にお食事会した時にバス乗ったらめちゃくちゃ酔っちゃった。ちょっとね、酔い止め飲み忘れた。普通に寝ようと思ってたけどさ、酔い止めいらんかなって思ったよね最初。ちょっと間違いだった、その考えが間違いだった。いやー、どうやったら酔わんくなるんじゃろう。なんかさ、昔英会話の先生になんか酔いやすいっていう話をずっとしとってさ、それでさ、毎日でんぐり返しを3回やったら酔わなくなるらしいよみたいなのを聞いてやろうと思ったんじゃけど、でもでんぐり返し3回でもちょっと酔っちゃうから、もう私の三半規管何なんだよってちょっと思ってました、ずっと。それ以降結局乗ってない。いや、乗ってないじゃない、回ってない。しかもプラス、おっと危ない、なんだっけ、車の運転をするようになったらなんだっけ、酔わなくなるよっていうのもなんか他の人に教えてもらったんですけど、私一応免許は持ってるんですけど、あんまり乗らないんですよね。東京いると乗る機会ないし、私本当に運転苦手だからさ、全然ね乗る機会なくって、結局治らない。でも合宿の時とかに使うなんか大きいバスあるじゃん、あれでも酔うけさ、お昼ご飯とか食べれんくて、みんなお昼ご飯注文したんだけど私だけは注文しなかったんだよね。前の夏合宿の時の三味線の夏合宿に行った時にみんなお弁当を頼んでたけど、それが結構ね揚げ物とかばっかりで、ちょっと酔う私にはしんどいと思って、私はちょっと お弁当どうしても無理っつって思って頼まなかったんですよ。それでまあゼリーだけふわーって飲んでもうすぐ寝ました。結局ああいうのは寝るに限りますね。まあ寝たら寝たで喉が乾燥するんですけど、まあ寝なくても喉乾燥するか、ちゃんとマスクつけててもね喉がすごい乾燥しちゃうの。どうしたらいいんだろうかこれは。ほんとこの乾燥がやばくて、だけね明後日から
あの旅行に行くんですけど、ちょっと濡れマスクが必要かなって思ってるところです。夜寝るときに濡れマスクつけて寝ないと、まあ、濡れマスクをつけて寝ても朝めちゃくちゃ乾燥してるんで、何が原因なんでしょうね。もう体質からそういう喉の作りになってるのかしら、私の喉は。もうダメかも、もうダメかもつって。いやでもちょっと喉の濡れマスクはちょっと必須かもしれないですね。今日買わないと、薬局で、薬局で買って明後日から旅行じゃけね。うん、私は自分の名を知らない。千尋の名前は知ってた。こんにちは、コメント少なめだね、ありがとうございます。やばい、これなんて読むんですか。ひどこ、何、わかんない、読めない。こんにちは、コメント少なめで、そうですね、コメント少なめです。ただ今コメント少なめでございます。ちょっと今ずっと車酔いの話をしてました。車酔いの話、本当にね、三半規管が全然ダメなんですよ。三半規管がだけね、なんとかね、酔わないようになりたいんですけど無理。ジョンはジョンって普通に呼んでくれたらありがたいです。あ、そこが名前だったんですか。そうか、そこが名前だったんですね。ジョンって私の恐竜ちゃんのリュックと同じ名前ですよ。私、あの恐竜ちゃんのリュックをさ、買ったんですよ。あのぬいぐるみの背中がちょっとチャックになってるようなカバンです。で、今ちょっとその子と一緒にいるんですけど、ちなみにフルネームはジョン・ブラウンです。あ、同じ名前ですね。イエイ。ちょっと今ラジオじゃき見せれんけどさ、ちょっと今移動中なんですよ。じゃけちょっと見せれんけど、青くてキラキラしてるカバンです。